マヨネーズ、マヨネーズは食用油、卵を主材料とした半個体状ドレッシング。卵は卵黄のみ使用するものと全卵を使用するものがある。当初は卵やオリーブ油などで作られるスペイン料理のソースの一種であり、サラダなどの料理における調味料として利用されている。マヨと略されて呼ばれることもある。日本農林企画ジャスにおける ドレッシングの日本のウリン規格、および、ドレッシングおよびドレッシングタイプ調味料品質、表示基準では、マヨネーズを、半個体状ドレッシングのうち、卵黄または全卵を使用し、かつ、食用植物油脂、食図もしくは柑橘類の果汁、卵黄、卵白、タンパク化水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、調味料、アミノ酸糖および香辛料、 抽出物以外原材料を使用していないものであって、原材料に占める食用植物油脂の重量の割合が65%以上のものを言うと定義している。また、このため海外産のマヨネーズの多くは、日本の基準ではマヨネーズに該当せず、マヨネーズという商品名にもかかわらず、半個体状ドレッシングという分類で販売されている。 日本のメーカーが販売しているマヨネーズは全卵タイプのものも存在するが、最もシェアの高いキューピーの製品は卵黄タイプである。一方、世界では全卵タイプのものが主流である。また、日本人の好みに合うような種油、大豆油等の癖のない植物油と米酢を主原料にしており、この点でも欧米のものとは風味が異なる。 欧米の人々には日本でマヨネーズを使用したピザが売られていることや何にでもマヨネーズを使用するマヨラーの存在はキーに移るが日本製のものを使用すると理解を示すという油分を少なくしてカロリーやコレステロールを抑え肥満防止を謳った製品やアレルギーへの配慮から卵を使用せずに大豆など植物制限量のみで作った大豆マヨネーズあるいは豆腐 マヨーズも販売されている。アメリカでは、がよく知られる。ただし、油分を少なくしたものや卵を使わないものは、ジャス基準から外れるため、ジャスマークの表示及び、マヨネーズとしての販売はきず、半個体状ドレッシングや、マヨネーズフードレッシングなどの品名で販売されている。マヨネーズには、多くの食用油と不法は脂肪酸や酸が含まれている。卵や酢の影響で、 油臭さを感じないように工夫されているが、約70%が死亡であって、カロリーが高く1日あたり、大さじ1杯以上のマヨネーズを食べることは、摂取者の体質にもよるが、一般的には、カロリー型となり、栄養学上、好ましくないとされる。これは登山中の遭難や、大地震で倒壊した建物内に閉じ込められるなどの、非常事態から生還した人の中にマヨネーズを摂取。 し続けて、上をしのいだという証言があるなど、マヨネーズのカロリーは非常に高く、通常状態の人にとっては摂取量を考慮しなければならない、レベルの高エネルギー食品である。アメリカの市販マヨネーズには、ホワイトソースと掛け合わせた製品などもあり、名前が同じマヨネーズでも素性は一様ではなく、食事療法に使用する場合には、個々の製品で成分の確認が必要とな。 ロシアが世界一マヨネーズを消費している。海面化学上は OW エマルションに分類されており、水の中に油が分散している状態である。水は卵の中のわずかな水分、海面活性剤は卵黄中の臨死質である。マヨネーズを製造する際、OW から WO に相転移すると滑らかな食感は得られず、マーガリンのような ベタついた食感となる。マヨネーズにはさまざまな製法があるが基本的なマヨネーズ 350ml の製法は以下の通り。すべての材料を常温に戻してから作業する。保存は1ヶ月程度まで冷蔵庫で可能とされるが製造直後はサルモネラ菌は十分に減少していない。 マヨネーズは卵黄に含まれるレシチンの乳化作用を利用したソースなので本来卵白は不要。マスタードにも弱い乳化作用がありベースにマスタードを加えるとマスタードの主皮に含まれる成分がマヨネーズの湯滴を包んで安定が良くなる。生成していないエクストラバージンなどのオリーブオイルを使ってマヨネーズを作ると 上手に作っても1から2時間すると油が分離してしまうことが多い。これはオリーブオイルの持つ油の分解物が卵黄の乳化成分を邪魔して油滴の結合を促してしまうためである。ソフトチューブ入り、瓶入り、小型の小包み層のパックなどの形で販売されているディスペンパックのものもある。ソフトチューブ入りのものは スプーンなどの器具を使わずに絞り出すことができる。中の空気を追い出してから蓋を閉めることで空気に触れると変質が進むマヨネーズの鮮度を保てるなどの特徴がある。また、絞り出しノズルが星型になっているものが多く、料理の飾り付けなどに便利になっている。一方、瓶入りのものは密閉性が高く外気圧に影響されない点が特徴である。日本では、 ソフトチューブ入りのものが多く出回っているのに対して、欧米では瓶入りのものが普及している。はフランス語であるが、語源に関しては多くの説がある。最も有力とされている地名だけでも、メノルカ島のマオン、マヨルカ島などいくつもの説が存在する。マオン説では、18世紀半ばに、小説、三重詩でも知られる、フランス最小、リシュリューの老いの息子、 ルイ・フランソワ・ールマン・ドビ・ニュロー・デュ・プレシが七年戦争の際に名付けたとされている。ミノルカ島・マオン・マハンが起源とする伝承によると18世紀中頃当時イギリスに占領されていたミノルカ島をリッシュ流行を率いるフランス軍が攻撃1756年ミノルカ島の海戦サンイコールフェリペ要塞に立てこもるイギリス・スペイン連合軍を包囲した。 婦人を終えた、リシュ流行ュは、当地のメシアに食事を求めたが、そこで出された、卵と油とレモン果汁を使った、ドロッとしたソースをかけた、肉料理を激賞した公がそのソースをパリに、伝えたとか。当時の名称は、サルサでマハン、マオンのソースであって、マヨネーズの名で料理に登場するのは19世紀、中頃である。世界ウレル,ルン滞在記毎日放送では、マヨルカ島が、 マヨネーズの語源として紹介されていた。一方、クイズドルミリオネア、フジテレビでは人名説も有力であるとして、訴訟になった例も存在する。当初、マヨネーズに使われる油は、オリーブオイルが一般的だったが、マヨネーズがヨーロッパ全体に広まるに伴って、オリーブオイル以外の油も利用されるようになった。また、製造過程で卵黄、酢、 油を完全に混ぜ合わせて乳化させるのに手間がかかるため、マヨネーズはもともとは高価なソースであった。しかし電動ミキサーが発明され、完全に乳化させたマヨネーズが容易に製造できるようになったため、マヨネーズは安価なものとなり、一気に普及した。日本では1925年、大正14年3月9日に、キューピーが発売したキューピーマヨネーズが、 国産マヨネーズの元祖とされる。このことから日本初の一日なんで毎年3月1日をマヨネーズの日している。1923年、大正12年の関東大震災からの復興後における生活の洋風化の中で発売したものの、当初はマヨネーズの馴染みのなさや価格の高さから売れ行きはかんばしくなく、ポマードと間違えられることもあったという。 当時の日本にはまだ野菜を生で食べる習慣はなかった。キューピーアオハタグループは缶詰メーカーでもあったので、カニやホタテの缶詰に漬けて食べる試食販売を行って味を知ってもらおうとした。さらに当時は卵自体が高級品であり、マヨネーズの価格も高く128グラム入りが50銭。現在2016年の貨幣価値に換算して約1700円という 高級デパートでしか手に入らない高値の花だった。初年度の売り上げはわずか6 0 0ラムだったという。それでも当時から積極的な広告宣伝を展開したこともあって、認知度は高まり、売り上げを伸ばしていく。1941年の年間出荷量は500トン近くまで達した。ただしこの年に太平洋戦争が勃発、原材料が入手困難となり、 製造中止し、再開は、終戦から3年後の1948年のことだった。なお、大日本帝国陸軍の兵食、給食でもマヨネーズは、野菜サラダに和えるソースとして食されており、昭和初期に陸軍両末本省が編纂した陸軍公式レシピ集、軍隊調理法では、南色の分類で卵黄、を、西洋図、サラダ油を主体とするマヨネーズの製法が、 記されている。昭和30年代以降、キューピー以外にもマヨネーズ製造へ参入するメーカーが現れる。撤退したメーカーもあったが、後発メーカーの味の素は、卵黄タイプのものを発売していたキューピーに対抗し、全卵タイプのマヨネーズを1968年、昭和43年に発売する。味の素製品の発売はその後の日本の マヨネーズ市場が拡大する結果となった。食品衛生法などの処方例を遵守し生産され、流通するマヨネーズは水分活性が低く、食図によって pH が低く細菌が生存できる環境ではない。市販のマヨネーズにサルモネラ菌などの食中毒菌を付着させても、1日から数日で死滅する。一方、自家製マヨネーズでは、攪拌が十分でない。 素が少ない、水などで薄まっている、サルネラ菌減少までの時間が足りない等の理由により食中毒の原因になりうると指摘されている。もともとは肉料理用のソースであるが、魚介類や野菜に使われることも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。